やっほー、はじめまして。ここでは今パラグライダーはハングライダーよりも手軽に楽しめるので人気は高まる急上昇中。フライト人口は約2万人とか言われています。パラグライダーはキャノピーだけで5キロ前後、ハーネスを入れても約10キロと軽く、畳むと縦25センチ、横30センチ、高さ60センチ。このコンパクトさも人気の理由の一つかもしれません。ところでパラグライダーには様々なテクニックがあるのは知ってますよね。目に見えない上昇気流を捕まえて長時間高いところを飛び続けることだって上級テクニックをマスターすれば簡単なことなんです。上級者になれば山肌にぶつかって、ここ数年スキーをしのぐ勢いで人気を集めているスノーボードですが、そのタイプは大きく2つに分かれます。空中に飛んだり回転性に優れたタイプがフリースタイル。このタイプはボードの両端が上に沿った形をし、ボードの幅が広めで柔らかい素材でできています。そして高速性能に優れ、ポール競技などに向いているのがアルペンスタイル。このタイプは片端のみが上に沿った形をし、ボードの幅がやや狭く硬い素材でできています。ブーツも柔らかい素材で自由に動けるのがフリースタイル。スキーブーツのように硬いのがアルペンスタイルです。ファッションは体が自由に動かせるゆったりした上、カヌーには大きく分けて2つの種類があります。人が乗る部分以外が覆われたクローズデッキと呼ばれるカヤックと、オープンデッキのカナディアンカヌーです。中でもパルトボートと呼ばれる折りたたみ可能なカヤックは初心者でもすぐに楽しめ、手軽にのんびり川を下るリバーツーリングにぴったり。一人乗りタイプで全長3メートルから 4.5 メートル、折りたたんだ時は縦1メートル、横50センチ、幅50センチほどです。メーカーによって多少の違いはありますが、基本的にはコンパクトに収納できます。直進性に優れたタイプ、回転性に優れたタイプなど様々ですが、のんびりリバーツーリングという時には、直進性と安定性のポイントが高いタイプを選ぶのがベストです。というわけで、気軽に水上散歩が楽しめるファルトボートですが、安全のためのライフジャケットは絶対に忘れないでください。スポーツカイトを知らない人には、タコというのは一本のラインで操縦するというイメージがあるかもしれません。和ダコに代表される一本ラインのタコは、操縦するというより上げた状態を楽しむという感覚が普通です。ところがスタントカイトとも呼ばれるスポーツカイトは、一本ラインで上げるタコとはまるで違う俊敏な動きが何よりの魅力。その動きはスピーディーかつダイナミックで、時速100キロを超えることもあります。そんなわけでスポーツカイト人口は国内で10万とも15万とも言われるほどの大人気。海外でも世界選手権が開かれるほど普及しています。ちょっとしたコツをつかめばアクロバット飛行も、ここでは、こんにちは、トヨペットアウトドアワールドへようこそ。
今日は RV の楽しい世界をぐーんと広げる情報をいろいろとご紹介しましょう。トヨペットアウトドアワールドには 4WD いらっしゃい。いろんなファミリーファミおすすめのアウトドア料理はこの3つ。ホットケーキミックスを使って、ビギナー豚汁は味噌を入れてから煮、ワイルド派におすすめのアウトドア料理、ローストビーフより簡単にできて、近頃人気のオートキャンプ場のうち、見たいオートキャンプ場、見たここでビフカ森林公園キャンプ場は北海道ならではのビッグスケール、道北観光の拠点としても人気なんだ。見たいオートキャンプ場を選ん、中標別緑ヶ丘森林公園にあるキャンプ場、公園の敷地はなんと143ヘクタールというから驚きだ。見たいオートキャンプ場の見たいオート、周りの森が潮風を和らげてくれる黒崎オートキャンプ場、付近の道路は交通量も少なく、のんここではキャンプにスキーよりや君は